皆さんこんにちは。今日はですね、ローラーポーラーというゲームをやってみます。無料アプリなのでぜひダウンロードして遊んでみてください。いきます。超簡単っす。はーいはーい、こんな感じでいくと岩とか木とかが来るんで、それをこの雪だるまみたいな、雪だるまじゃないな、雪玉についたら、それが上に来た時に避ける。で、木とかが来たら長さがあれなんで、長さがちょっと長いので2段ジャンプできます。それで超えるっていう感じですね。はい、あの最近っていうか僕が結構やってるようなそういうゲームです。はい、これですね、結構クオリティ高いので、ちょっと皆さんぜひですね、ほんと遊んでほしいです。もう一回いこう。この岩は大丈夫ですね。この木がね、問題。かなり早めに行かないと。早すぎ、危ね、危ね、危ね。おう、おう。全画面で動画広告来た。新記録更新。ちょっと10回は行きたいですね。やっぱり一つの区切りというか、10は超えたいな。この木がね、厄介ですよね。待って待って、その岩のその岩と木のコンボはちょっとやめてくれ。僕こういうゲームよくやってますけど、決して得意なわけじゃないですからね。結構ね、そのアバベルとかモダコンとか、あなアバベルとかモダコンとか結構ねヘビーなゲームが多い中でですね、こういう単純なゲームをね時々やると面白いですね。まあ、パズトラとかモンストは、まあ、そんなヘビーじゃないけど、ここまでお手軽でもないですからね。なんでお前、あ、またこれ他のやつみたい。どうすんなら待った僕岩と木だけだと思ってたんですけど、あのカースケみたいなやつが飛んでくるんですね。オッケー。ただそんな複合して来られても無理だよ、僕反応できないよ。君の気持ちには応えられない。木は早めにいた、一緒。もう表示されたら避けるぐらいの感じ。この木むずいな。あ、ベベ危ない。さあさあ行こう。よし、はいはいはい。ああ、もうここリズミカル、超リズミカル。でこうだね、きた、やったー。10回、11回12回。何これ、何あれ、分からん。しかし結構ね新記録を樹立しました。まあこの記録はね、皆さんそうそう超えられないと思いますよ。すぐ超えられると思うんですけども、結構ね、これなんか今までやったやつの中ではそこそこクオリティが高くて、なんか地味にやっちゃったりするので、ぜひ皆さんですね遊んでみてください。ローラーポーラーかな、ぜひどうぞ。というわけでありがとうございました。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。